おはようございます。コレーのかぎ針コレーの2着目編み始めました。じゃーん、今ね、1、2、3、4段目かな。まだ4段目ですけど、始めてます。ちょっとショートではもう先行してね、キャストをしたよっていうね、動画上げてるんですけど、ね、ちょっと長めのね、動画ではこちらが、これ2着目の最初の動画になります。糸はですね、こちらの糸使ってまして、雑貨ストアーズさん、テイト雑貨ストアーズさんのプレンティアサっていう、アサー95%、ポリエステル5%の糸を使用しております。なんかね、リネンでね、これ1着あるんだけど、それがすごく良かったので、ぜひね、もう1着自分用に欲しいなっていうので、2着目編み始めとります。なんかね、やっぱ1段目ね、目を拾うところがね、やっぱ一番難しくて、一番か分かんないけど、すごい難しかって、目数ね、数えるの私苦手なんですけど、めっちゃ間違えたりして、ちょっとやり直したりね、しながら、ちょっと大変だと思いながらね、できるかなってなったんですけど、最初のね、1段目から。でもなんとかここまで来れたので、あとはね、なんとかなるかなと思ってやり進めてます。昨日はね、カードゲームのね、動画を上げたんですけど、すごくカードゲーム楽しいです。なんかね、謎解きとか、カードゲームとかボードゲーム好きなね、お友達がいるんですけど、そのお友達にもね、すごい面白かったよとかね、ちょっと連絡したりして、お話とかしてね、すごい楽しんでます。で、今日はちょっと喋りながらね、編みながらね、やりたいと思うんですけど、今日は、まっちゃんの病院、検査の日だから、ちょっと付き添いで病院行ってこようかなと思ってます。で、編み物ね、せっかく始めたので、編みかけもね、持って行って病院で編もうかなと思ってます。待ってる間にね、編みたいなって思ってます。やっぱね、かぎ針に、これってさ、かぎ針と棒針あるじゃん。で、なんでまたかぎ針にしたのかというと、やっぱね、かぎ針の方が私的に、両方編んでみたんだけど、なんか進むの早い気がして、私、遅いんだけど、でもそれでも、かぎ針の方が、なんか高さがね、一段ずつにこう高さが出るからさ、早くね、編めてる気がして、なんか、かぎ針にしました。どっちも好きなんだけどね。かぎ針の方がなんか早くできるかなと思って、かぎ針にしました。で、今ね、ちょっとずつだけど、進めてます。よいしょ。ねえ。これね、編んでくれてる人結構ね、いて、皆さんね、フリルどうつけるかとかね、いろいろ悩んだりして、楽しんでね、編んでくださってる方が多いみたいで、すごく嬉しいです。ね、これはね、結構自由度があるパターンだと思いますので、ラインつけるかとかね、ラインつけるかとか、ラインにするか、フリルにするか、ラインもつけないかとかね、本当にシンプルなままいくかとかね、なんかその辺も自由やから、なんかすごいね、楽しんで、なんか編めるパターンじゃないかなと。あ！やば。気づいてよかった。引き上げ編みやっけ。やるの忘れとった。よかったよかった、気づいて。喋ってたら忘れてた。はい、ここだね。ちょっとやりますね。最近の
チーカツアーというと、この前ね、チラッとだけね、チーカワランドね、ちょっとだけ行ってきたんですよ。それで、このね、モモンガの、この、なんか、ちっこいケース、買って、今、エアポッツを入れてまーす。かわいいね。あとはね、ペンとかね、ちーちゃんのさ、ペンと、かわいい色のペンとか、お箸とかを、ちょこっとだけね、買いました。これ、早く編み終わりたいです。で、早く着たいです。最近ね、なんか、ショートとか動画撮るの、ショートクリップって言えばいいのかな。なんか短いね、動画を撮るのに結構ハマってて、なんかね、なんかそれやるのが楽しいんだよね。長い動画って私やっぱりあんまりさ、なんかうまく喋れないというか、なんか何喋ったらいいかわかんなくなっちゃうんだけど、なんか短い動画でね、かっこいい、こう、編集っていうか、やつ結構好きで、とか、音楽とかね、入れたりするの結構好きで、なんか、そういうのが今楽しく やられてることかなと思います。今日何段進むかな？病院でどれくらい編めるかな？はい。というわけでね、ちょっと今日も、頑張って編んでいこうと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。またね、これの進捗報告していくので、よかったら一緒に見守っていただけたら嬉しいです。じゃあまたね。バイバーイ。バイバーイ。I'm good.